一定のサービス水準というのをこう条件にしながらね、そんな料金なんかで調整をするなんてことはしないと、まあ、料金が下がりすぎて競争になって質も下がってくるという理屈でああいう議員立法ができましたからね、それは違うでしょう、定性的にきちっとこういう質をが条件ですよということを求めれば、ね、あとは価格はその範囲で事業主の方にやってもらえればいいわけですから、ちょっと局の方が僕の考え方は局で伝えてますけど、